アメリカ海軍の駆逐艦。クレムソン級駆逐艦の一席。艦名は南北戦争で活躍したジョン・ポープにちなむ。その名を持つ艦艇としては初代。ポープはフィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズで1919 19年9月9日に寄港し、1920年3月23日にウィリアム・エス・ベンソン夫人によって浸水。 艦長リチャード・ジー・ギャロウェイ中佐の指揮下1920年10月27日に収益する。竣工して間もなく、ポープはフィラデルフィアで大西洋予備艦隊第3駆逐部隊第39駆逐軍に編入される。1921年に入り、ポープは冬の拠点サウスカロライナ州チャールストンと夏の拠点ロードアイランド州ニューポートを中心に行動し、 7月30日から8月1日の間はマサチューセッツ州プリマスを訪問するウォーレン・ハーディング大統領の上官となった。1922年1月12日からはグアンタナモアンでの戦艦部隊の定例演習に参加し4月27日にフィラデルフィアに帰還した。修理後、ポープは太平洋での任務のために5月12日に出港し7月3日に ジブラルタル海峡、7月15日から25日に、スエズ運河をそれぞれ通過。8月26日に、芝生に到着して、アジア艦隊第15区逐部隊第43区逐軍に合流する。芝生沖での艦隊演習を終えた後、10月28日に、艦隊の陶器の根拠地であるフィリピンのカビテに向かった。極東方面でのポープはもっぱら。 動乱期の中華民国内におけるアメリカの権益と居留民の保護にあたる。1923年9月9日から10月9日までの間、ポープは初めて超高パトロールとして知られる任務につき、この任務には1931年まで従事することとなった。中国水域以外では1924年に、 陸軍が行った世界一周飛行の支援で日本を訪問し、1926年にはフランス領、インドシナ、1929年に再度日本を訪問した。1931年から1937年の間は中国沿岸部で行動し、当期にはフィリピン方面に移ることを定例とした。1933年2月3日付で、 大国地区部隊第十国地区軍に配置外となり、1935年と1938年に、フランス領、インド市が193年と1935年に日本を訪問したほか、1936年にはオランダ領東、インドを訪問する。1937年7月に日中戦争が勃発すると、ポープは戦乱の中国を脱出する任務につき、 1937年9月19日に、レンクモコートタオからのアメリカ人を上海に輸送する。1938年7月15日から9月20日までは、新高等を拠点として行動し、1939年6月5日からは、中国南部方面に移って、領事らの仕事を手助けすることとなった。 ポープは6月14日からスワ島などを中心に任務を開始し、8月19日までの間に日本艦隊の行動と日本機の爆撃及び日本軍の都市の占領の様子を観察した。10月12日までスワ島方面で行動した後、マニラに移って中立パトロールの任務に入ることとなった。ポープは1940年5月6日に、 アジア艦隊第59駆逐部隊に編入され、5月11日から6月24日の間は中国沿岸部での行動を再開した。6月下旬にマニラに戻って中立パトロールを再開し、1941年12月11日にバリクパパンに到着するまでマニラを拠点とした。1941年12月7日の真珠湾攻撃の砲を受け、 アジア艦隊はフィリピンを脱出して南下することとなった。同じ日の夜、アジア艦隊機関の従順洋艦ヒュース、ス当時アジア艦隊を含むこの方面の連合軍艦隊は統一された司令部が存在していなかったが、1941年12月の東南アジア方面の連合軍の海岸でアジア艦隊の艦艇は、 第5任務部隊を名乗り、セレベス海とマカッサル海峡の警戒を担当することが決まった。1942年に入り、イギリス海軍とオランダ海軍の艦艇はシンガポール方面の護衛と警戒任務に借り出されていたので、第5任務部隊はオーストラリア北部海域の警戒と護衛を担当することとなる。1月9日、第5任務部隊は、 任務部隊機関ボイシと軽巡洋艦、マーブルヘッドは5隻の駆逐艦、ポープ、スチュワート・バルマー・パロット及びバーカーを引き連れ、ダーウィンからスラバヤに向かう輸送船ブルーム・フォンテイの護衛に就く。途中、第五任務部隊は、日本軍のセレベストを攻撃の情報を聞いて、ヒューストンを機関とする部隊との交流を図るも果たせず、クーパン湾に引き返した。 ポープの栄光はほどなくしてやってきた。バリクパパン上陸を策する日本軍の大部隊の接近情報を受け取った第5人。しかし、マーブルヘッドが機関部長で15ノットしか出ず、機関ボイシもセプ海峡で座礁して、共に迎撃作戦からの離脱を余儀なくされた。残るジョンディ・フォード、パロット、ポール・ジョーンズ、そしてポープの4隻の駆逐艦は22。 ノットから27ノットの速力でバリクパ版に接近していった。この27ノットという速力は当時のポープが出すことのできる最大速力であったが、海戦以来まともな整備ができないまま高速を出すことについて乗組員は不安に思っていた。1月24日未明、2番艦のポープは日本軍艦船で密集する バリクパパン沖の白地に突入して暴れ回り、ポープは19発の4インチ砲弾と2発の3インチ砲弾12本の魚雷を持って日本軍を大いに翻弄。ポープを含む4隻の駆逐艦は輸送船と小海底に打撃を与えて護衛の西村昌司少将を率いる第4水雷戦隊に大いに恥をかかせることに成功した。 勝利を収めた後のポープの動向はしばらく途絶える。連合軍艦隊自体は日本軍の脅威を避けるようにバタビア、チラチャップと根拠地を変えていく。2月18日夜、ポープはカレルドールマン少将の機関である軽巡洋艦でロイテル・ジャワに随反してチラチャップを出撃し、バリ島に接近する日本軍部隊の迎撃に向かった。2月20日未明、部隊は 上陸部隊を護衛する二隻の駆逐艦、大潮と浅潮を発見し、バリ島沖海戦は正規する。ポープは、ジョン D ・フォードと共に煙幕を張って、大潮と浅潮に挑戦し、魚雷も発射して応戦した。しかし、日本側の砲撃が正確なことと味方が、旧型艦であることから戦闘を早々に打ち切って、チラチャップに引き上げざるを得なかった。まもなく、ポープは、 巨雷の補給のため、オーストラリアに向かい、補給後は、ジャワに戻ってきた。しかし、バリックパパン沖海戦時にかろうじて27ノットを、発揮した期間がついに不調に陥り、2月27日からのスラバヤ沖海戦のうち、第1次ヒル戦と夜戦、第2次夜戦には、不参加であった。1942年2月のポープスラバヤ沖海戦で、 連合軍艦隊は大きな板手をこむり、残党は散り散りとなった。残党の一部、イギリス従順洋艦エクセターと駆逐艦エンカウンターはスラバヤに逃げ込む。この2隻にポープが加わり、2月28日19時にスラバヤを出港して正論島に向かう。前述のようにポープは魚雷を持っていたものの機関部長で2月27日から28日に、 かけての一連の海戦に参加しておらず、魚雷を使い切って、逃げの一途しかなかった他のアメリカ駆逐艦とは違って、護衛役となった。三隻は、予定。しかしながら、昼前になり別の強力な日本艦隊が出現した、ため三隻は応戦しながら、逃亡を開始する。エクセターとエンカウンターは必死の反撃もかなわず相前後して沈没していったが、 ポープはスコールに逃げ込んで一時の安息を得た。その頃、バタビア方面の味方部隊の支援を命じられていた空母流場は、エクセター以下3隻の発見の法を受けて97、式揮観光6機を発信させていた。6機は、エクセターの撃沈には間に合わなかったが、スコールから出てきたポープを発見して、観光化爆撃を開始する。 ポープも、右原前,前方に97式艦航を発見して、応戦を開始するが、艦航部の3インチ砲は75発撃ったところで、故障を起こし、射撃不能となってしまった。6機の97式艦航は1機あたり250キロ爆弾1発と60キロ爆弾4発を搭載しており、60キロ爆弾を先に投下してから250キロ爆弾で止めを刺そうと目論んでいた。 命中弾こそ得られなかったものの、一発がポープの管尾下限側に資金弾となり、この影響で推進軸が損傷して振動がはだしくなって、下限式が使用不能となった。ここに至って艦の維持は難しくなり、総委員退官が例されて自沈措置が取られ、乗組員は脱出に移った。会場に漂いのみとなったポープに止めを刺したのは、 中巡洋艦足柄、病校、駆逐艦がみなり及び焼け物であり、集中砲火を受け間もなく沈没していった。ポープの乗組員のうち151名は雷に救助された。ポープは1942年5月8日に除籍された。ポープは第二次世界大戦の先行で大統領主君部隊賞及び2個の従軍聖賞を受賞した。また、 乗組員の一人であるリチャード・アントリムは、バリク・パパン沖海戦の先行で、海軍十字章を、ポープ沈没後の捕虜生活で身を挺して、仲間を守った功績により、名誉勲章をそれぞれ授与された。ありがとうございます。